曽川幸喜の祭典、限界突破、わらわら。小田 9.3。小川も後半良かった、もっと強い相手で見たいな。小川代表復帰おめでとう。小川破天取ってしばらく生き残れるな。常連メンバーになるには強いところとやってどうなるかだけど。同じ2点でも中村と小川派ちょっと質が違うね。小川派全体的にかなり微妙。決めたシュート派相手のレベルが低くて高校生でも決められるようなシーン。小川派点取った質疑も使われるでしょ。まだ実質2試合目後半片鱗見せた史上出来。小川派のサイズで動けるから期待できる。引いた相手には小川スタメンがベストだなー。